皆様こんばんは。ありがとうございます。本日はお忙しい中、またお足元の悪いところ、岡山市民会館にお越しいただきまして本当にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます、西野よし子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。さて、岡山といえば桃太郎伝説発祥の地、伝説を生み出すほどのこの岡山の地で、今幸福維新という新たなる伝説が脈々とうねりを上げようとしています。子どもたちの未来を守りたい、自分の子どもが大人になった時、今よりもいい時代になっている、そういう時代を作ることが私たち大人の責任なのではないでしょうか。日本を救いたい一心で去年5月に立党した幸福実現党には、経済、防衛、学力水準を高め、日本を繁栄に導く確かな政策があります。本日は幸福実現党から広報本部長代理をお招きし、その繁栄への道をじっくりとお話ししていただこうと思っております。またお話の後にはスペシャルライブのゲストもお招きしておりますので、どうぞお楽しみにしていただければと思います。幸福実現党なら日本はこう変わる、今日はそんな幸福維新の帯同を、そして新たな伝説のスタートを実感するひとときを作ってまいりたいと思っております。皆様本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは早速、幸福実現党青山直道広報本部長代理よりお話をいただくのですが、皆さん、今日はですね、実は青山広報本部長代理ご自身で選曲いただきました登場テーマに乗せてご登壇いただきます。それではお願いいたします。岡山の皆様こんばんは。ご紹介をいただきました幸福実現党の青山直道でございます。この6期のテーマに合わせて登場したのは、もちろん理由がございます。それは幸福実現党立党し、そして昨年の夏衆院選を戦い、議席を残念ながら取ることはできなかったものの、しかし私たちがあの夏訴えていた国難は決してやむことなく、むしろあの夏に私たちが訴えていた通り民主党政権になって、ますます景気は悪くなり、深刻な不況が長期化し、そして普天間の基地移設問題に象徴されますように、日米同盟が非常に今危機的な状況となり、そのことによって日本の国土安全保障が脅かされていると、こうした国難が現実化しているという、私たちが訴えていた通りの日本になっているからこそ、ここで諦めたり引いたりしては断じてならないんだと、絶対に負けてはならない戦いがこの夏再び訪れようとしていると、そうした強い決意を込め、私自身にも言い聞かせるとともに、あの夏暑い中を全力で戦ってくださいました支援者の皆様方にとっ
っても今再び本格的な国難が訪れ、私たちの大切な子供たちや孫たちの、そして日本の将来が失われるようなことがあっては断じてならないと、そういう思いを抱いてくださる方も数多くおられるものと信じ、ロッキーのテーマに乗せてやってまいった次第でございます。どうかこれから約30分間日本の未来ビジョンについて皆様方と今何を考え、何をしなければならないのかということについて熱く共有できれば幸いでございます。どうかよろしくお願いいたします。民主党政権が発足して7ヶ月、当初 70% の支持率を持っておりましたけれども、今 30% から他の新聞いろいろな媒体によっては 20% 台にまで落ち込んでいる状況であります。普通ここまで政権が支持率が落ちたならば、自民党であればとっくに党首が交代をするか、もう選挙に突入するかという事態になっています。しかしこの日本では前回の選挙で左翼系のマスコミを中心に民主党政権を誕生させるんだという大きな国をまたいでのムードもございました。関係上報道の仕方にも二重の基準があります。自民党政権だったら許されなかったような献金問題、一発で首相の首が飛んでいる中、民主党の鳩山首相や小沢幹事長に至ってはあれだけの違法行為をしておりながら、いまだに名脈を保っているというのは、自分たちで選んだ政権だから、また企業がバックについて支援をしている政権だったら打倒すべきであるけれども、労組などを中心としてバックについている政権であれば過激な報道は手控えるという二重の基準を持っている、こうした国の惨憺たる状況であります。民主党の支持率が落ちているのはもちろんですが、自民党の支持率も一向に上がる気配はありません。新しいリーダーを要することもできず、ますます分裂の状況を呈しております。したがって客観的な情勢からすれば、それこそ小さな第三極に期待をするのではなく、あの夏正々堂々正しいことを言ってのけ、本当に日本がそういった状況になっている中、幸福実現と待望論が出てきても良い状況であるにもかかわらず、まだその声が本格的に聞かれるところまでは残念ながら言っていない。この状況を打破するためにあえてこの時期党首を交代し、そして3ヶ月後に控えた戦いに真剣に臨もうという決意であるということをご理解いただければ幸いでございます。